こんにちは、大山です。今日のおすすめの作品こちら、トップを狙え劇場版。いやー、私の世代だとちょっとテレビシリーズは全部見れなかったんですけれども、放送時っていくいつぐらいだったんだ、これわかんないですね。でも後から知って、その劇場版見ましてですね、ものすごい熱いんですね。で当時のガイナックスがもう意味わかんないんですよ、このでっかいロボットに乗って、かなり熱血系で女子が真面目にバカなことをやるっていうそれが売りの作品なんですけれども、なんかもうなんでしょうね、後のグレン・ラガンとかにも通じるような真面目にバカやるっていうのの、最初の走りはここにあったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、めちゃめちゃですね、話的にはめちゃめちゃなんですよとにかく、まあ、主人公一本気な、のり子が、お姉様天野和美に、いろいろ指導を受けつつ、お姉様とコーチの恋愛っていうのを知ってちょっとショックを受けたり、だけどそれを、乗り越え、最終的にお姉様を超えるぐらいの成長を見せて、二人一緒に頑張っていく、で地球を救うっていうところですね。まあ、地球を救うイコールコーチを救うことにもなるんですが、こうなんでしょうね、すごい分かりやすいストーリーではありつつ、明らかにここ泣かせようとしてるなっていうのもありつつ、でも泣いちゃうみたいな、でも熱くなっちゃう、そんな作品、もう熱い涙を流したい時にうってつけの作品です。ぜひ見てみてください。で、もし私の方におすすめのアニメとかがあれば、こちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。